トレートエニアグラム二等兵の友人やです。 T 隊長です。隊長でございます。はい、今日はですね、いつもいろんな方からお便りをいただいています、はい、ありがとうございます。ありがとうございます。今日は鈴木美咲さん、最近よくメッセージをいただいて、はい、ありがとうございます。ありがとうございます。鈴木美咲さんからですね、前に上げた動画、タイプ4かタイプ5かタイプ6、この5人を考えるっていう動画に対して、まあその嫉妬、に対するタイプはどこにでもあるよねと、でそこをもっと掘ってもらうとタイプが出るのではっていうメッセージをいただきました。ありがとうございます。で、聞いてくださってることとアンサーが違うかもしれないんですけど、私がよくやる私が受け取ったのは、なるほどと、嫉妬っていうのは、三者関係で自分が愛する人が別の人に心を寄せることを恐れて、その人を妬み憎む感情であるっていうのが嫉妬の意味ですと。で、妬みっていうのは羨ましくて相手を憎らしく思う感情のことを指すって書いてあるんですね。なんで、あ、確かにこの、幸せに対する嫉妬ではなくて、この嫉妬っていう意味をこの辞書通りのね、その三者関係で自分が愛する人が別の人に心を寄せるっていう状況で嫉妬ならっていうこの条件をそこにすると、各タイプでどんな反応を起こすかっていう違いは出るのかなと。なんかその好きな人が違う人と仲良くしてるっていうのを見た時に「えっ!」ってこの「ちきしょう!」って思う気持ちは多分どのタイプにでもある。で、まあその恋愛だけじゃなくて好きな人なので、信頼する上司が違う部下をばっかり可愛がるみたいなので嫉妬したりとか。っていうこの条件を一つにすれば、確かにこのその状況に対するっていうよりは反応ですよね。嫉妬した時の反応。この条件をですね、その嫉妬、好きな人っていうこの三角関係で考えた時の嫉妬にして、このタイプの違いが出るよねになると、確かに出るなと。まあだから辞書通りの嫉妬の意味でってことですね。そうですね。辞書でいうところの嫉妬の意味で考えると、自分私タイプ6ですと。タイプ6的にこの好きな人が他の人と話をしている。あ、分かったと。お前そのつもりかと。ってなった時によくこの場で話す、その各タイプ自分がやられたくないことを人にする。っていうことで考えると、あ、まさしくそれだと思ったのが、要はタイプ6、仲間が大切です。この仲間の中で自分が認められるために仲間から求められることをするみたいな、常にこの空気を読んでみたいなタイプなんですけども、私だとすると、君は俺の仲間じゃないって考えて、この仲間をこれ取り込んでいくんですね。で、この人を孤立させようとするみたいなやり方、それがうまくいくかどうかは別ですよ。まあそうしようとするか、その空気から自分が離れるか、ここはもう僕はコントロールできないと見たくないってやるなって。要はまあ無視ですよね。まあその無視でいくと、無視でかつこいつらにもあの人と仲良くするなみたいな空気は出すなってちょっと思いました。無視でいくと多分タイプ9も無視なんですよね。私と同じ方法っていうか、例えば好きな人がいて、仲良くしてると、誰か他の男と仲良くしてる、って思った時に、私はあなたの関係は断ちました的な無視ですよね。だから今まで毎日メールをしてたのが、それを見かけてからもう一切メールをしなくなるとかあ、分かりやすい、あ、ちょっと、やる、そうだから行動は似てるかもしれないっていう。し、ああ、なるほど。なのでタイプ9のやられたくないことっていうのは、はい、タイプ9の大切なのもつながりなんですよね。人とのつながり。なるほど、なるほど。なのでつながりを失うっていうのが一番嫌なんですよ。はい。なのでそれをやろうとするんですよね。あなたとのつながりは切れました。あ、それ分かりやすく。分かりやすく。なのでこうメールしないとか無視したりとか、もう避けるとかね。もう分かるんですね、それが。なので顔とか見ても、うん、いつもなんかタイプ9ってすごい温和な感じじゃないですか。その温和感がちょっとなくなる。温和感はまあなくなるんじゃないですかね。まあ無視しますからね。ニコニコしてそのまま取りすぎるとかあるかもしれないですけど。ああ、怖っ。なるほど。まあそのままいつも通りニコニコしてて、突然こう顔を合わせた瞬間に孫になってとかっていうのはないかもしれないけど、はい、顔を合わせても気づかないふりしていっちゃうとか、もうそもそも顔を合わせないようにしちゃうとか。ああ、なるほど。うんっていうこの切れましたっていうアピールになるんですね。アピールで、ただ本当に切ってるわけではなかったりするんですよね。はい、切れましたアピールなんで、なんで LINE くれないのを、はい、を待ってたりする。ああ、なるほど。そうそうそう。で、うん、って考えるとこの嫉妬でタイプ診断って考えると、うん、他のやつもちょっとできるかなと。例えばタイプ1。タイプ1は、ルールですと。うん、自分には理想の世界があって、理想の世界、自分にも人にも、うんうん、っていうタイプですよと。そう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 。なのでこうで理想が高いわけじゃないですか。はい、理想が高いというか理想があるんですよね。はい、だから男女関係においても多分理想があるんですよ。はい、こういうふうに付き合うべきだっていう。はい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 。だと、うん、言うかもしれないですよ。多分ネチネチ説教みたいな感じで言うんじゃないかなっていう。なんだあれはと。そう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 。みっともないとか言うかもしれないですよね。ああ、なるほど。要は、うん、であと自分がされたくないこと、うん、っていうのはされたくないことをする。そう、説教ですよね。タイプ1のされたくないこと。あ、そうか。要はあなたは間違っています。間違ってる。だからあなたは間違ってるアピールをしてくるのがしたくなる人。したくなる人。まあ、要は言いたくなる人、うん、言う人は1の可能性がある、うん、でまた似たように、うん、例えばその自己主張の人、うんうん、例えばタイプ8、タイプ8だと多分ストレートなんでしょうね、うん、そういう感情が湧いた時に、うんうん、なんだこれはですよ、はい、ちょっと説明しろでその自分が思いを寄せてる人にも直接聞くでしょうし、うんうん、男性にも言うんでしょうね、こっち側のお前なんだとお前なんだと。だし多分1との違いは1はルールなんですよね。はい、なのでこうそういう例えばその好きなっていうか付き合ってる女性が他の男性とお茶をしてた、はい、みたいなのを見て嫉妬したとしたら、はいはい、ああいう場面ではちゃんと事前に言っとくべきだよねみたいなそうすれば俺はこんなにこう心配しなくてもいいしみたいな、怒らなくても済むんだけどなんでそれを言わなかったのみたいなこう理論的に攻めてくる感じですよね。はい、でもタイプ8はストレート、うん、ストレート気持ちをぶつけてきてだからなんだこれはですよでなる人は8の可能性がありますよ。そうそうそう。でこれがタイプ3、うん、タイプ3自己主張の、うんうん、だと、うんどうやってやるんだろう。タイプ3だと合理的なので、うん、分かったと、うんあそうそうそうというかこうイメージも重要じゃないですか。はい、かっこよく見られたい、はいはいはい、だからそんなかっこ悪いことはしたくないですよね。嫉妬とかね嫉妬みたいな、はい、嫉妬してるんだけど嫉妬してるみたいなのを見苦しい姿を見せたくないみたいなのもあるから、はい、多分スマートには振る舞うと思うんですよ。全然何とも、うん、そんなの気にしないよ、うん、あなるほど、うん、だけどそれがすっごい気になってたりするから、まあ、どうするかですよね。だともっとこっちで、うん、あそうなのでもっとこう魅力的になってこう気を引こうとするとか、うん、これまたタイプ7も同じ自己主張なんですけど、うんうんうん、タイプ7だとあいいんだじゃ じゃあ俺もみたいなじゃあ俺も他の女とデートしようみたいなもっと可愛い子いるしとかいるかもしれないとか刺激を求めるタイプですからね。はい、で振る舞うかもしれない、うんうん、で今タイプ6タイプ9、タイプ1、3、8、7が出て、2、5、254。あ、254。はい。で2を考えると2っておせっかい対必要としてほしい人、あ、そうそう、頼られたい人で、されたくないことは頼りにされないこと、そうそう。なので多分オーバーになってくるじゃないですかね。嫉妬した時に私の愛がまだ足りないのか、もっとベタベタしてくれる。いや、あ、そっか、そうですね。もっとすがろうとするんですよね。もっと頼ってよ、頼ってよ、もっとこっちに来い、こっちに来いっていうか、もっとなんか近寄っていく感じじゃないですか。その人よりももっと近づこうとする。私の方が、あの人よりも私の方がこんなにしてあげられる。なるほど。で、どんどんこう多分行動が大げさになっていくんじゃないかなっていう。で、タイプ4、タイプ4難しいんですけど、あ、今挙げてるこの嫉妬っていうのは、よく俗に言うこのタイプ4のとらわれが嫉妬ですって言うんですけど、それとはちょっと違っているんですけど、このタイプ4、思うになんかそのより嫉妬させようとして、例えばなんかその私あなたの親友と寝たわみたいな、嫉妬させようとするとなると、あなたにもじゃあ同じ思いを超えてくるような、仲良くするんならお茶しただけなのに私はって要はお茶してるだけなのにっていうのをもっと悲観的に考えて、じゃあ私だったらこんなことをしてより嫉妬させようみたいな思いが湧くのかもしれないですね。多分自分がダメだって思ってるんですね。はい。なのでこうそういうお茶してるのを見ただけで、もう私なんてダメだみたいなことを思うんじゃないかな。あ、なるほど。もうあの人とは多分やってきないんだみたいな。きっと今お茶してるだけだけど、今度どんどん仲良くなってしまうんだみたいな。じゃあ私も同じことをっていう思い。そう。はい。で他の人とねだわみたいな。超えてくるんですね。それを。でタイプ5。タイプ5って嫉妬あるんですかね。ないことはないと思いますよ。恋愛する？まあその恋愛に行くともう分かる。しないことはない。僕の知り合いのタイプ5の人も結婚しましたし。なるほど。したってことは恋愛したんですよ。ちゃんと口説いたんですよね。口説いたんですよ。なるほど。で同じ我々と同じ恋愛の工程をたどっている。うん。なのでしないことはないと思うんですけど、はい、それを表に出さないから周りからは分かりづらいっていう。あともしかご自身がタイプ5だとしたら、どうなんでしょうね。嫉妬した時の対応としては分かりづらいっていうのが逆にヒントなんじゃないですか。何もしない。ああ、なるほど。自分の世界に引きこもるみたいな。嫉妬しても何もしない。あ、だとその気持ちが分からない。分からないと。今我々がこの嫉妬に対する説明をずっとしてるじゃないですか。こんなことするよね。こんなことするよね。なんでそんなことするの？あ、そうそう。その可能性はありますよね。その嫉妬の意味がわからないみたいな。あ、言葉の意味はわかりますと。嫉妬する気持ちもわかるけど、嫉妬してそういう行動するのが理解できない。理解できない。合理的ではないみたいな。そうそうそう。そんなことしても意味ないよねみたいなことを思ってるのが5かもしれない。っていうね、この今いつもだいたいこの本を読みながらやりますみたいなことをやってるんですけど、今。全部アドリブでやって、多分タイプ6の推察とタイプ9の推察は多分近しいと思うんです。なぜならタイプだから、自分のタイプのことを話をしているから。なのでもし他のタイプの人聞いていただいてて、あ、嫉妬の時こんなことするよ、違うよみたいなことがあったらご指摘くださいと。そう、タイプ4はそうじゃない、寝ないって寝る人もいるかもしれないけど、こういう心の動きがあるみたいな。ああ、そうですね。そう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 。タイプ6とタイプ9の推察は、まあまああながち、まあまあ自分たちに対してそうされたくないことを言ったので、はい。間違ってはない。はい。で他のタイプは本に書いてあるされたくないことを多分そういう風なんだろうなっていう想像して喋ってるだけなので、ご指摘くださいと。はい。みんなでエニアグラムの理解を深めていきましょうっていうのは趣旨でございますと。共同体感覚、共同体感覚でございますとよろしいでしょうか。はい。ありがとうございました。チャンネル登録も何卒よろしくお願いします。ありがとうございました。